どうも皆さんこんにちは、クラシーのインドアライフチャンネルです。今回はリボン刺繍、材料と道具についてご紹介します。少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速やってみましょう。リボンについてです。リボン刺繍用のエンブロイダリーリボンを使います。上品な光沢感がある合成製のものや、柔らかなシルク製のものなどがあります。5メートルくらいが一巻きになっていて、一つ数百円で買えます。ここにあるものは木馬の 3.5 ミリ幅のリボンです。なかなか近くの手芸店には売っていないので、ここではネット通販で取り寄せました。リボンの幅は 3.5 ミリのものが一般的な幅になっています。他にも7ミリ幅などのものもあります。こちらはグラデーションになっているタイプのもの、こちらは一色です。次に針についてです。幅広のリボンを通しやすいように針穴が長い専用の針を使います。リボン刺繍針かシェニール針という名前で売られています。こちらは細タイプのセットで、薄地用から普通地用です。使う布によって針が変わります。他には厚地用から普通地用の太いタイプと、あとニット用の針先が丸いタイプがあります。クロスステッチ針のようにこう針先が丸いやつがニット地用のタイプです。じゃあフランス刺繍針ですね。フランス刺繍針でも通せないことはなかったです。フランス刺繍用の針ですね。比べると針穴の長さが違うのが分かります。それでは以上となります。今回はリボン刺繍、材料と道具についてご紹介しました。改めてにはなりますが、少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。